されてたと、されてたんですけども、検視からやっぱりよくあるのは、開祖の思い出で、先生が本部に入られた開祖の思い出、それと開祖のまあ魅力、そういうことをちょっと先生からお聞きしたいなということが結構あったんですよね。権利体感だけではなくて、こういうことを聞いてほしいということで。先生、我々よく先生との機会ではそういう話は聞くことができるんですけども、全国の、これ560の、階層に会ってない人がほとんどだと思いますので、その魅力だとかですね、先生が感じたに階層人間像とかを、ちょっとそこのあたり話、お話ししていただきたいなと思うんですけども。そうですね。階層は一見合法来楽です。的な性格ですよね。そういうイメージですよ。でも、実際はすごく両面持ってて、繊細ですよね。すごく繊細。気配り繊細で。できる。先見通すし。そういうところがすごく魅力的っていうかね。だから、法話なんかだと、天下国家の話をするじゃないですか。大きな日本の今の状態がどうだとかね、世界がこうなってるとか。でも、職に対してはそういうことであって、気配りですよね。そういう細かい気配りができる人間になれと。何でも、大きなことも、いきなり大きなことできるんじゃないんだと。小さなことの積み重ねで、大きいことができるようになる。なるほど、なるだから、小さなことを大切にするんだぞっていうことを、職員に対しては言ってもいい。常にね。で、そういうことの、あれで、鏡開きの、費用とか、一人一人、見積もり持ってこいって言うんだから。一人一人が別々な見積もりを取って先生でも、いついつまで出せって言って持ってるんですよ。調べて。それは、やはりそういうことを、細かいことの積み重ねで、だるま祭とか、あるいは鏡開きができるんだから、そういうお金の流れとか、何を用意したらいいかとか、いうことも、分かんないといけないぞ、っていうことなんだね。それを分からせるために、そういうことをやらせるんですよ。あえてね。なるほど。だから、細かいですよね。だからそういうところ、あとは、そうですね、怖い、面もあるじゃないですか。怖い、そんな。別に先生、何か失敗したら叩くとかいうことじゃないんですよ。でも、なんじゃない、じろっと睨みますからね。睨む時の目っていうのは非常に怖い。ね、それはありますね。で、かといって、じゃあ、感情交換ってなって、呼ばれて、サムリーして、綺麗にやりますよね。パッと出てきて、じゃあ、なんて挨拶すると、お、ご苦労さん。お茶飲んだかって言われる。いただきましたって言って、いただいてないですよ。でも、そうするとパッと引っ込んだら、もう次お茶で。こういう気配りできるんです、返すとね。すごいですね。で、だいたい寒い冬なんて言うと、やってて、夕方5時ぐらいもう暗くなるんで、上がるときに。上がるときに声かけろよって言うから。はいっつって。で、一応、向こうに助手職員いるから、終わりましたんで、山上がりますっつってね。ちょっと上がってこいって。はいっつって、書斎に行くと、何ですかっつった。なんか言われるかなと思ったら、これ、ちょっと体っていうの、セーターとかね。そういうのをくれるんですよ。で、そういう人のセーター、心セーターをこうとか。上手にこう捉えてしまう魅力がありますよね。気配りでね。ただ叱るだけじゃないですね。気配り。そういうのが非常に、だから一見合法来楽ですけども、非常に繊細で、細かい気配りができる人ですね。お前らもその、気配りできないとダメだぞっていつも言われてたんですね。なんかそういうとこは欠けてる部分なんで、叱られるんですね、そういうとこは。やっぱり厳しいところだけども、あれですね、そういうふうに相手のことを本当にすっとこう気を配って、そうですね。大事にされてるっていうことですね。ありますね。すごい。あとは教育、まあ、ここは指導者教育するんだっていう、言ってね、少林拳法は言ってるんで、常にもう指導者のあり方です。なるこれはほど。雑誌武道にも書いたんですけどね。ほとんど稽古の、叱られることよりも、もうそういう指導者としてのあり方に外れたことをやったときは、ものすごくきつく叱られちゃうということありますね。お前ら、出てったら、本部の先生って思われる、見られるんだから、ね、お前が恥かくってことは、本部が恥かくことなんだ。なるほど、なるちゃんと恥ずかしくないような行動が取れるようにしとけって言って、いつもそういう叱り方ですね。先を見通すとか。
そんなことばっかりね。うん。まさに指導者教育、常に。なるほど。聞こえる？ああ、なるほど。はい。うん、すごいです。もう、なんかの箸の持ち方からもあるんでしょう。なんか一緒に紹介して、食べ方ね。正月元旦から叱られちゃいますからね。すごい。まあ本当はあれですね。もう打ち弟子なような形ですからね、本当にね。もう、しっかりと、あの、見られてるいうことですから、怖いですね。あの、実は先生、私は、あの、海祖に、まあ、当時、館長にお会いしたのはですね、1980年の、あの、5月亡くなるんですけども、その年のですね、春合宿なんですよ。ちょうど、ね、私、あの、少林寺拳法は、中京大学の少林寺拳法部で、当時、あの、うちの少林寺拳法部、中京大学は、あの、春が暖かくなるんですね。あの、いいとかを、の週に行ってたんで、ちょうど、3月の終わりか、4月の頭にちょっと入るかというぐらいの時に行っててですね。で、その結局、5月の、まあ、例えば3月行ったとしたらもう2ヶ月の5月に、まあ1ヶ月ちょっとですね、5月にもう亡くなってしまったんですけど、その当時、ですから私はあの、海祖に、あの、会って、ね、一回こっきりなんですね。まあ、だからある意味、まあ、運が良かったっていうことなんですね。で、先生、あの、当時ですね、あの、心臓がやっぱり悪いじゃないですか。それであの、実は3月のその、我々が合宿行った時には、海祖が、体調がちょっとやっぱりよろしくなくて、あの、当時山ですね、本部に上がってこれないっていう、あの、本部の職員、当時三門衆からそういうふうに言われて、残念ながら今週は、あの、館長は上がってこられないということで、もう私はそれがすごく残念でして、って言ったらですね、なんかどうしても上がってこらなきゃいけない用事ができたみたいで、それでまあ上がってきたんだから、あの、ちょっと話をするって、それでも1時間、あの、本堂で話をしてもらって、その時にですね、あの、まあ非常にあの、本部の先生が、まあ祭壇から、壇上からモップをかけるは、まあ、綺麗にもう拭くんですよ。私それがまずびっくりして、と言って、ビャーっと言って、いつも綺麗なのにそれ以上拭くんですよ。ほんで、それで今度はこの、こうやってやってですね、みんな上受けしろと言われて、なんかわけわからず上受けしてですね、こうやって上受けする、上受けしろってしてて、やっぱね、あれで、ね、もう一つびっくりしたのは、海祖が、あの、まあ、館長上がれてきたとき、壇上、あの、本堂の壇上上がってきたときにですね、あの、まあ、ちょっとすいません、こんなところであれなんですけど、こういう感じですね、普通なら一歩歩けるところをですね、あの、杖を持って、一歩歩けなかったんですよ、こう。よちよち。で、それを本部の職員がですね、三文字が手を取ったらですね、それ払いのけてましたからね、こう。そして自分が杖ついて、もうこういう状態で中央まで行くんですよ。で、中央行って、段のところの、まあ、これ、このところにこういう手を置いてですね。で、それで、なんと先生、立ったままで1時間話されましたね。あの、ある剣士からの手紙が来たということと、ね、それを話しされて、で、そして、その後、海祖が、あの、館長がいろんな話の中で、まず言われたのがですね、大学、あの、目的を持って、自分の大学行ったら、手を挙げてみろって言って、で、まずそうなると、あの、みんな前に、こうやって見たら、それで一括されましたね、まず。自分のことだで、手を挙げて、その大学行ったら、あの、その目的を果たすまでしっかり。で、その大学は終わりじゃないと。その大学は将来を決めるわけだからと、将来見ろっていうようなことをですね、話をされて。で、まあ、あまりちょっと私は記憶ないんですけど、なんかそこだけちょっと記憶があるんですね。目的を持って大学に入ったかっていうようなことをよく言われてですね。で、まあ、あの、すごいその思い出があってですね。で、びっくりしたのは、その、一歩歩けないような心臓が悪い状況で、大学生を本当に大事にされてたんだなっていうのが、あの、まあ、古い先生、直弟子先生からよう聞かされてたんですけど、私、法務職員になった時に、あの、会社は若い者をすごく、特に大学生をすごく大事にされたと。それは、やはり、少林寺拳法を背負っていくのは、その、大学生だからだって、ないの上って言って、そういうふうに、あの、古い先生も言われてて、本当に、あの、すごく大事にされてたんだって、もう、私は本当に会社にちょっとその時は、本当にまあ、会えてよかったなという思いなんですけども、やっぱり若い人を大事にされて、で今のその若い、その当時の大学生が、やはり今、道委員長や、あの、支部長やという所属長にやっぱりなってますから、非常にやっぱりあの、なんていうか、会社が大事にされてきたという意味が、もう今になっても、あの、すごく分かって、あの、います、本当に。先生もそうですね、大学時代に、あの、やって、会社にやって、それで先生、あの、先生は同日もされ、あの、所属長になって同日もされ、そして本部の方にはまた帰ってこられたというようなことですので、はい。だからあの、はい、私たちの時は、あの、弓道場、今の本部動員、ね、はい。あそこの2階で法話なんですよ。毎日。毎日午前中法話だ。はぁ、なるほど。
学生時代ですか、先生。学生時代ね。ああ、大学合宿。はあ、だから、そういう面では非常にいい時期恵まれて、本部合宿やってましたね。でも、でも当時のね、先輩方に聞くと、私よりだいぶ上の先輩ですよね、OB の人に聞くと、話が止まらんということで、そういう話ばっかりやってたということ、その OB からはね、でも先生が今言われる、その OB たちが、当時はそう思ったけども、今となったら貴重だよねっていうことを言って言われてますからね、やっぱり。そうですね。晩年はね、まあ、出てきても週一、合宿にその週の1回ぐらいですね。なるほど。ほとんど心臓がね、悪かったんで、無理しなかった。なるほど。いや、本当にいいちょっと思い出で、なってます。本当に、私と同じぐらいの年の人で、会社に会えてない人は本当たくさんいると思いますんで、私その一回国旗でなんですけども、会えて受かったというのと、その会社に対する、その思いっていうかですね、それをまた若い人に、またまたこう、俺は一回だけ会ってんだと、その一回の貴重さをですね、伝えることができるんで、非常に私自身も、本当に嬉しく思っています。